はいどうも、妖怪三国志クイントリオーズ今回もやっていきます。今回はね、妖怪大戦久々にあるんですけど、今回ちょっとね特攻が少ないのね、少ないというかね、これ後でちゃんと紹介するか。特攻がね、前だったら全イベントの妖怪がいるのに、今回はそれがはいいないので、まあ、特攻なしでもね、プラチナ出すやり方についてね、やって妖怪大遠征ライフをね、満喫してほしいというか、生かしてほしいなというところでちょっと動画を作っております。で、一応ね、あとね、門限村上さんのなんかありがとうということで、ちょっと1枚あると逆に困るんだけど、でも私千北さんギリギリだったんでね、ちょっと嬉しいですね。はい、ちょっと千北さんも最後やってみましょうか。これで超10突の夢がなんとかなるかもしれないですね。で、ハイスコアの前半が、1200位だったんで、672位と1200位か。ちょっと後半戦ね、気合を入れてやりたいんだけどね、はい、ランをね、限界突破させたいなと。あ、間違えた。間違えましたね。なんかミニを、ミニで、あ、面白いね。意外にミニ、こんなところで運使ってもしょうがないね。何突までいくかな。ちょっと超10突目指したいんだけど、なんか、ちょっとね、なんかね、なんか、うまく時間が取れてないというか、あれだな。はい、超3突、させましたと。グレードがね、グレードもマックスにもしてないしな。何やってんだ。はい、という感じです。ということで今日は妖怪大戦をちょっとお見せしたいと思います。よいしょ。そっか、無料ガシャ10連もねえんだな。やっぱ無料ガシャ10連っていいな。なんか心がいいな。はい、じゃあちょっと妖怪大戦見せます。どうぞ。はい、そしたらね、やっていきましょう。1個だけ開けて。まあ、今回はね、鍵がね、集会でももらえるので、まあ結構ガンガンでいっちゃっていいのかなと思います。なんで、2750ね、出していきましょう。一応、宝の鍵がね、1日最大でも20個か。なので、そんなに落ちないかな。うん。まあまあまあ。はい。ガンガンやんないほうがいいね。1日20個だった、ごめん。で、KK ブラザーズ、こんな特攻いなくてもね、2750をね、超えさせるっていう形で、やっていきたいと思います。宝箱のドロップ率がね、プラチナを出すには、遠征レベルを5にして、左下ね、プラチナ、2750やると、プラチナがね、70% になるので、はい、2750をね、超えるように、まあ、3連勝してね、で、なるべくね、こういう戦北とかね、カゴがいるやつは外して、そんでね、やるようにやっています。ちょっとこのメンバー強すぎるんだよな。なので、ちょっと変えよう。あんまり強すぎてもね、戦力差がないからな。なるべくね、吸収妖怪とかが私は好きですね。あとはぶつかりダメージ減がある感じ。戦力が、武士王とかがね、好きですね。やめるんじゃ先生でもいいな。武士王とかは、その、なんか特化してる。あとサボりとかあるやつとかもね、いいですね。あ、アシュラでもいいな。でも、小生武士王がいいな。小生武士王がいるとね、非常に、いい感じですね。はい、じゃあやっていきましょう。でね、まあ、速射群マシンを打って、なるべくね、早く倒す。ちょっと武士をいるとあれだな。やられる可能性高いかな。ちょっとあれですね。本とかで工夫しましょう。そうするとね、基本武庫とクリア時間がね、短い方が良くて、生存率もよく、あれだけど、戦力差ね、1万2000とかあると、そうこうやってポイントね、上がってくるので、まあ、そんな感じで
あとはね、私好きな呪狼人とかね、使ってます。まあ、ここちょっとあれだな、3秒分マシンでやってるかな。うん、だからこの辺意外に、揚力下げた方がいいのかもしれないな。吸収妖怪はね、やられにくいのと、呪狼人は加護があるんでね。それでよく使ってますね。うん、戦力差 13,499 って感じで、そして最後ね、これ戦北さんやめた方がいいかもしれないですね。戦北さんちょっと強すぎるんで、あとはちょっとこっちの群馬神もなるべく戦力は低いけど気の利いたやつがいいかなという感じがしますね。うん、どうしようかな。天意さんとかにしようかな。天意さん容器低いか。うん、なんで大京ちゃんにしようかな。はい、じゃあ行きましょう。ソラナキがね、結構好きですね。吸収系の妖怪なんでやられづらいですね。しかも全妖怪に特攻があるので、ソラナキね、すごい重宝してますという感じで、はい、また戦力差1万2000ぐらいでね倒したんで、これで2808ということで、はい、プラチナ確定で、ちょっと鍵をね、もったいないけどねちょっとあまりもうちょっとしっかり貯めてやった方がよかったけどね。はい、霜降り特選すき焼きゲットという感じで、はい、まあこんな感じでね、私は特攻なしでね、周回しようというところで、鍵は20個までなんでね、ドロップね。なのでちょっと計画的にね、争奪アイテムね、この動画アップしてる頃にはもうあれどうなってるかって感じですけど、まあまあある程度宝珠も使っていいかな。サキちゃんとかプラチナ玉璽もエスコンも欲しいしね、札も欲しい。うん、この中でいらないのないな。筋天ぷら御膳ぐらいかな。これだけいっぱい余ってんだよね。なので、それ以外を基本ゲットしちゃおうかなと、今回は思ってますね。最後のエスコンいいかな。ゴールド玉璽は欲しいね。はーい。という感じです。はい、3連勝。2750超え。うわ、金塊。まあ、いっか、金でも。いっちゃいましょう。よこいしょ。ダメでした。玉璽。まだあるからやってみっか。はい、3連勝。2750超えて、はい、プラチナ確定ね。確定じゃないか。プラチナ 70% なんだよね。はい。鍵もったいないけど、使っちゃいましょう。20個ね、1日でドロップするらしいですね。はい、ということでプラチナ玉璽ゲットしました。トチップスもねゲット、いいじゃん。次はエスコン。はい、プラチナね来ましたね。今回はエスコンですね。なかなか難しいな。もう宝珠使っちゃうかな。よこいしょ。ということで今回当たりやすいかな。1回もないよな、多分な。はい、前失敗した時はもうそもそも中身がゼロになってたからな。はい、ということでエスコンゲットしました。クエストも結構ね簡単なんだよね今回。うーん、全く嬉しくない。調整コインね欲しいね、生ハゲのために。うん、という感じでね、やったりしたりしています。ハイスコアチャレンジはいいとして、妖怪大戦ね、本当は加えてくれてありがとうございます。ポイント累計武庫がねマックスしてない人はこの宝箱を埋めてね、それで周回1回しちゃえばいいのかなと思います。はい、まああとはね、うん、これもちょっと言ってることかぶっちゃってかな、ちょっと紹介状はいいかな、やっぱ。うん、
あ、でも朝一とかそういう時っていいかな。うん、なんか、はい。うん、まあ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 。大体で頑張りたいですね。クエストもあとちょっとで。マックスになって、小生コインね、引きたいですね。はい、じゃあ最後、潜伏チャレンジやりましょう。せっかくね、モゲ村上さんが、なんかまたチャレンジしてくれたんですかね。ありがたいね。本当にありがたい。5個になったんで、どうなんでしょう。私、まだ郵便のやつをね、入れてないんだよね。なんとなくどうなんだろうね。ドロップは、紹介状ででも衝突が進んでる方がドロップ悪いとか、普段のドロップイベントとは違うのかなと思ってんだけど、一応なんか最後にゲットしようかななんて思っちゃって。あ、でもチップスないんだね。よく考えたらチップスもくれってね。がめついね。はい、なので、本家村上さんのおかげで、増えたんでね、やっていきましょう。チャンスですね。私全勝しなきゃいけなかったのに、これはありがたいですね。あ、やべえ、またミスった。何度ミスったら済むんでしょうね。とにかく3回ね。もう何でしょうね、まあ、運要素があるとはいえ、やっぱり小生イケメン犬持ってる人の超熟得割合かなり高いんでね。やっぱり小生の懐きはすごいね。あと、ジバニャンサンタもほんと欲しいよね。5体でね、あげたいな。ほんとは懐きな。もうなんかあれだよね、紹介状とかさ、なんか毎回落ちなさすぎて、なんか、呆れる、呆れちゃいけないんだけど、なんかね、せっかくいろいろな対価で交換してんのに、落ちないからあんまり、じゃないんだよな。あれ3発打ったよ。よいしょ。でも潜伏さんがほんとだんだん強くなってきたね。妖怪大遠征とかでも潜伏さんいるとやだわ。ほんと、はい、今超6突です。頼むよ。勝ちました。あー、くそー、やばい、やばいよ、やばいよ。2冊もらったからまだ4冊でしょ。6突だからあと2回負けれるのか。いや、違う違う、1回だ。これでもう負けられなくなったんだ。次、あ、また間違えた。次負けたらダメなのね。ここまで負けていいんだな。負けていいって言い方変だけど。いやー、でも超10突してーなー。ほんとでもどんどん強くなってもね、みんなレベル上げが。いや、ほんと厄介で、カゴがあるからさ、タエコン入れりゃいいけどね。タエコンゲットしてえな。さあ、順調に3回打たせていただいて、1日2回までにしようかな。もうあとは3勝したいです。3勝、これで3回打ったよね。さよなら。まあでもすき焼きもらえるから、ほんとね、やるだけでも嬉しいよね。はい、あー、今回はダメか。ちょっと日が悪かったようです。またちょっと出直したいと思います。また負けられなくなって、せっかく2回、2個もらったのに2連敗かよって感じだけどね。まあしょうがないね。はい、ということで、さきちゃん紹介状ゲットしたんで、今度さきちゃんもねやりたいなと思います。レベル上げね、終わってないとあんまやる気が起きないんだよね。まあほとんど終わってるけどね。はい、あとは本当は D-REX がね急突なんで、あと1回なんでね。はい、じゃあ今回こんなか。でも D-REX もね、潜伏さんがいるからもうなんかあんまりなんだよな。はい、すいません。ほんとでも潜伏さん強いよね。もう過去に打ち消しだよな。ほんとゲットできなかった人と差がでかいよな。はい、じゃあすいません。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それでは、チキショー。またお会いしましょう。妖怪大遠征もね、なるべく皆さんが宝石を節約して、レアアイテムがゲットできることを祈っております。なんか今回ドロップ率がいいような気がちょっとしております。それではまたお会いしましょう。さよなら。バイバイ。
まあたまたまだけどね。